吉田さん、そして動画をご覧の皆様、私が令和新選組から公認受けて立候補したら、ぜひね、一票入れてください。これ約束ですよ。いや、そのぐらいの約束がないと私ね、とてもじゃないけど立候補できないですよ、怖くって。お前なんかに入れっかよみたいな思われてる中で、それほどね、立候補するほどね、無謀ではありませんのでね、こうやって動画活動を続けながら、私個人の支持も集めたいかなと思っております。吉田さんの一票いただきました。ありがとうございます。でね、当たり前のことっていうのが今回のキーワードなんですけども、山本太郎さんは当たり前のことを積み上げて、その先にある非常識なことに手を伸ばそうとしてるんですよね。確かに芸能人から政治家になって、政治家から総理大臣、やっぱ荒唐無稽だと思いますよ。でも当たり前のことを積み上げていくと、この薄い紙をね、積み上げてもいつか富士山よりも高くなるでしょ。そういうふうなことじゃないかなと思うんですよ。どんなに小さなことでも積み上げていくことによって、とんでもないところに向かっていくみたいなね。イチローさんも言ってましたよね。あの、コツコツと小さなことを積み上げることによって、とんでもないところに行くと。だから一足飛びに何かってことはないんですよね。まあ、あるとしたら、私が麻雀店の親父からネットビジネスやっていきなりね、1億2億と稼げるようになって、一戸建てを一発で買ったりとかね、今こういった自由な暮らしを送ってるっていうのは、確かにこれは一発だったなと思いますけども、でも私もね、一発を狙ってやったんですけども、今思えば本当に奇跡の連続でしたね。その奇跡の一つでも外れていたら、今ここにはこういうふうに来てなかったと思いますし、今ね、本当にロスジェネを過ごしていたと思いますよ。私もロスジェネ出身で、あの、あそうも知れないようなね、経済状態、命だったと思いますし、当然結婚もしてないし、子供もいなかったでしょうね。親孝行できるわけもないですし、平和公園でホームレスを未だにやっていたかもしれません。もしかしたらね、命そのものも、なんか脅かされていたかもしれないですよね。まあ、とにかく当たり前のことを積み上げて、やっぱりこう奇跡的な場所に向かっていく、それが私たちに残された唯一の方法じゃないかなと思うんですよ。生まれついての御曹司とかね、生まれながらにして麻生財閥のなんか後継者とかっていうのでもなければね、人生生まれてから下駄を履かしてもらってないわけですよ。まあでもね、そうは言っても日本に生まれたっていうことだけでもかなりのラッキーだったと思います。とりあえず日本に生まれればなんとかなるっていうふうに、もしね、私が生まれる前に自分の生誕の地を選べるんだとしたら、とにかく日本にしてくれって思ったと思いますよ。で、今までの動画の中で日本よりも海外がいいよねっていう風な話もさせてもらいましたけども、部分的に見たら海外がいいところも当然あるんですよ。そこに住んでいて幸せを感じてる人がいる限りね。まあでも、フラットに考えて、日本語が使えてね、今のこの生活環境があって、で、住み慣れた町や山々の風景がある、四季がある、桜が咲いてとなると、最終的にはやっぱり日本がいいのかなと。だから生まれた場所のアドバンテージっていうのはやっぱりね、生まれ育ってもない土地に行ってそれ以上になるっていうのは本当になかなかないのかなと思いますね。例えば私がね、あの、火星で住んで、金星に住んで、木星に住んで宇宙に旅をしたとしても、最後には、ああ地球に帰って生まれ故郷のあのラーメンが食いたいなって多分思うと思うんですよね。で、話ちょっと脱線しましたけども、山本太郎さんがやってることってのは本当に地道で当たり前のことなんですよね。裏には企業のバックもないし、宗教団体もついてない。裏にいるのは単なる切り離された一人一人の国民なんですよね。で、令和新選組っていうものを通じて、バラバラだった人たちが一つになろうとしている。それが今言う第三勢力なのかなと。政権与党でもないし、それに歯向かう野党でもないし、第三勢力。まさに新たなる旅立ちなのかなっていうところですよね。今日も頑張っていこうかなと思います。あ、ちなみにね、最近尾崎豊さんの曲が結構染みるんですけども、吉田さん、なんか感じることあります？じゃあ、いってらっしゃい。